どうもエンディです。今日は錦糸町やってまいりました。で、錦糸町のこのビル、名前がね、ちょっとビルの名前が分からないんですけども、タイ料理屋さんの、プアンタイさんの近くにあるビルなんですけども、1階から4階まで結構タイのお店がたくさん集まってるんですよ。でこちら、3階なんですけど、今来たのが3階は、パーッと見るとこれ絶対もうタイですよね。タイの国旗があるから、これはちょっと分かんない。あとパブトゥデーも多分タイの国旗があるから、うん、そうここがタイパブトゥデーね。こんな感じですよ。でこの突き当たりがね、すごい人気で、今もちょっとタイの歌が聞こえてきてるんですけど、ちょっと入ってみましょうか。大丈夫かな。はい、来ちゃいました。おお、盛り上がってる盛り上がってる盛り上がってる。かわいいですね。ありがとう。お店の名前はソンキャオです。ソンキャオ、お名前はアリス。アリスさん、タイ人ですか。タイ人ですよ。よろしくお願いしますか。よろしくお願いします。タイ人の男の人もいます。どうも。お名前はゲームさん。ゲームさんなの。このお店はね、タイの方もあと日本人の方もいらっしゃいます。多分ね、今歌ってる方は日本人だよ。今日どうですか。今日はね、これからです。これからですか。大体お店はね、忙しいのは12時から。そうですよね。金土がそうですよね。すごい混んでるんだけど、でももうちょっとね、12時の後で、もうちょっとお客さんたくさん来ます。わかりました。じゃあ12時の後に来るとさらに盛り上がりますんでね。はい、じゃあよろしくお願いします。これタイのお酒です。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録お願いね。